リンリン、ハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。ちょっと今シュシュ言ってるんですけれども、うちハルとウララっていう子がいたんですよね。でお迎えした時ちゃんと確認もしたつもりだったんですけど、でハルくんにたまたまついてたから男の子で、ウララちゃんはホワイトフェイスの子なんですけど、女の子だと思ってたんですよね。で病院に、まあ、エンセファリトソーンで受診した時も特に、まあ、性別に関する話はされなかったんですよね。ハルとウララっていう名前だけでしか言ってなくてで今衝撃的なことに気づいて、ずっと私女の子だった。でお腹もねちゃんと見たんですけど、穴っぽいのがあったはずなんですよね。したらですね、明らかに立派なたまたまがね、うららちゃんついてるんですよ。うららくんらしい。ちょっとごめんね。はい、ごめんごめん。ずっと君女の子だと思ってたんだよね。いや、お腹の撮った写真あったかな。そう、あの捨て子だったので基本的にね、その捨て子ちゃんだったっていうのもあって、様子は見てはいたんですけれども、でお腹も見たはずで、ちゃんと女の子と男の子だなってその時すごい思ってて、ずっと女の子として育ててたけど、え、男の子だったの君。まあ、病院の方でもね、性別に関する話はその時全くなかったから、ハルとウララってお伝えして、多分病院の先生は別に性別まで見てなかったと思うんだよな。ハルとウララって話をずっとされてたから、え、そうなの。今日ね、珍しい縦型の動画でお届けしてますけども、あれたまたまだったね。ウララちゃんちゃんと体見た気がするんだけどな。今久しぶりに見て、え、男の子だぞってなったよ。まあ、そんなにね、病院行ったりとかもしてたからあれなんだけど、で、ずいぶん前に話を聞いた話で、ずいぶん前に聞いた話、うん、で、あの、何、玉がね、中に格納されている場合もあるみたいなことも聞いたことはあるんだよね、事例として。外に出てきてなくて、で、成長に伴って出てきて、てくれる場合と出てこなくて、埋まったまま玉がねになっちゃって手術をしたっていう事例も聞いたことはあるんですけど、こいつ成熟して玉出た系の子ってこと？ね、そういうこと？君はうららくんだったの？じゃあ。うららちゃんだと思ってたけど。え？ちょっと私の頭が追いつかないよ、これ。こないだ、かや散歩してるときは、そんなこと思う、かや散歩で、押し入れ散歩してるときは、思わなかったんだよな。今、頭がプラーンってなってるのを見て、あれ？この子男の子だぞってなって、急遽今こう押し入れ散歩してる時にちょっとポーチにね、嫌がるだろうけど入れて確認をしたんだよね。あれ？嘘でしょ？ちょっとよくベタベタ触れる君。でもあの子ベタベタ触ってたよ、一時期ちゃんと。ちょっと君のさ、お腹見、あ、ちょっと、ごめんね、キュッて。いい抱き方が今できないな。よいしょ、はい、はい。はい、なんか、
ごめんごめん。ちょっとごめんよ。ちょっとごめん。ちゃんと。ちゃんと穴あるよね。ごめんごめん。よしよし。ごめんごめん。ちゃんと穴あるね。育児能があるよね。え？どういうこと？え？機械が追いついてないぞ。同士だったの？姉妹ではなくて？ちょっと昔の写真あさります。なんか変な感じ。全然普通に女の子だと思ってたんだけど、男の子なの？え、すごい衝撃的な事実。あ、ちなみにそこの二人は、保護した捨て子だった子です。保健所から最終的に私が引き取った子になります。プラケースにね、捨てられてた2匹なんですけど。え、男の子同士だったの？じゃあ君たち全然ケージ一生いけるやん。え、動物病院の方でも特に何も性別をちゃんと見てなかった可能性があり？ハル君とウララちゃんだと思ってたけど、ハル君とウララ君だったの？え？そういうこと？でもあれ玉だったもんな。何回見ても玉だったもんな。あ、ありがたい。入ってくれていいね。あ、そうやったら入らないね。顔もう一回見たいんですがね。でも無理やりやると噛む子だからさ。え？そういうこと？動画には映んなかったかもしれないけど、あるの。え、衝撃。私の勘違いだった。まあでもそうね、性別の確認をしたのって本当最初の時にちらっと確認して、それ以降別に何かしたわけではないな。え、君たちじゃあケージ一緒で行けるじゃん、男の子同士なの。あら、そうだったの。
系女の子だとずっと思ってたよ。あ、でもそうね、女の子と最初思ってそのままずっと育ててて体の確認はしてなかったね、特にね。こういうことあるのかな。え、ちょっと衝撃的すぎてちょっと、あ、脳がついててないな。たまたまだったもんな。はい、って感じです。ちょっと過去の写真を漁ります。謎でしかない。今日、はるくん、え、男の子だったよ。衝撃。はい、っていう感じでございます。と過去の動画を漁りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上りんとでした。バイバーイ。